皆さん、こんばんはスカーレットの真夜中配信を始めるわよハロウィンナイトにちなんで今日は自作の悪魔の衣装を着てお届けするわ <laughs> みんなありがとうさて今日の配信はお悩み相談よ みんなのコメントに私が答えていくわ。ただし、今夜は悪魔の鎮静相談よ。地獄に落とされたい人だけコメントしてね。<laughs> そう言ってる間に、もうコメントがこんなに。うーん、どれにしようかしら。あ、これなんかいいわね。 最近眠れません。どうしたらいいですかそうねえ。ぐっすり眠るには、寝る前の軽い運動が効果的よ。私がお手本を見せてあげるから、よーく見てなさい。まずは、ベッドで仰向けになって、両手を万歳みたいに上に伸ばすの。 そのまま30秒くらい背伸びをするみたいに、両手と両足をゆっくり伸ばしてちょうだい。こんな感じにね。うふふ。あとは、脳をリラックスさせる音楽なんかを聴くのもおすすめね。今宵はハロウィン。 今夜は特別に悪魔が耳元で囁いてあげる。刺激が強いかもしれないから、ここから先は地獄に落とされてもいいって人だけ聞いてね。さあ、一緒にお布団に入って、地獄に落ちましょうね。 夜更かしする悪い子は、私がぎゅーってしちゃうわよ。ぎゅーってした子は、明日遅刻しちゃうくらい、ぐっすり眠らせてあげちゃうんだから。じゃあまずは、耳のマッサージからしていくわね。あら今。 耳がピクッとしたわ。うふ。怖がらなくても大丈夫よ。優しく、マッサージ、するだけだから。それじゃあ、触っていくわね。まずは耳を優しく手で包んで。 左右にくるくるるその後は優しくもみもみするわねもみ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 。もみもみ <laughs> もみもみ どう気持ちいいかしら <laughs> 耳少しあったかくなってきたわねそれじゃあ最後の仕上げをやっていくわよ耳を優しくフーフーするからね 耳がピクピクしてるわよ。くすぐったい。<laughs> でも、やめてあげない。言ったでしょ地獄に落とされてもいい人だけ聞いてって。さあ、一緒に地獄の一丁目に。 フフフフ。